マサさん、スパチャありがとうございます。はじめまして、いつも楽しく拝見させていただいております。ありがとうございます。もしもの話で聞かせてください。レイカーズのスカッドを戻せるのであれば、どこがいいと思いますか？自分はレブロン獲得前まで戻っても面白いと思ってます。優勝はできなさそうですが。ああ スカッドって何？過去？どっか特定の過去に戻れるんであればってこと？まあ、それで言ったらやっぱあれじゃない？コービーが引退して、ジュリアス・ランドル、ディアンジェロ・ラッセル、イングラム、ズバッチ。俺もだからレブロン来る前のあのメンツでどこまでいけるのかっていう。で、多分イングラムがマックスで、ディアンジェロもマックスでってなれば、サラリーキャップが埋まるから、いい意味でジュリアス・ランドルに与えられる金額が今より低くて良くなってたのかもなとも思ったりするんよね。まあ、それでランドルとか代理人が、エージェントの方が、いや、お前だったら他のところでマックスもらえるからっつって、その、レイカーズからの契約延長を蹴る可能性ももしかしたらあるかもしれんけど、でもなんだろう、それこそ今で言うジョン・コリンズとかさ、やっぱりトレイ・ヤングにサラリー払いまくってて、っていう状況で、まあ、キャップ的にもね、厳しかった部分もあったから、まあ、ホークスはマックス渋ったし、で、ジョン・コリンズはマックスもらいたいもらいたい言ってたけど、まあ、結果、まあ、今ぐらいの落としどころで、ね、契約したわけじゃん。だからなんか個人的には、今のジュリアス・ランドルにマックスレベルの契約は高いと思ってるから、で、今よりもちょっと安い金額で、なんか残ってくれる、未来もあったんじゃないかなって考えると、だからレブロン獲得前のコービーが引退した時のあの3人4人のメンバーでどこまでいけるのかっていうのは、俺はすごい見たかったですね。そう、あとロンズボールもいいのか。そう、そうや、そうや。冗談か、そうよ。俺誰か忘れてんなと思ったら、そうやん。ロンズ、ジョーダン・クラークソンでしょ。いや、絶対おもろいっしょ。まあ、当時はね、みんなまだ小粒だったから、あんまり明るい未来は見えなかったかもしれんけど、今の、この全盛期、ピーク時のね、その5人、6人が、レイカーズに集結してるって考えるとさ、別になんかバランスもそんな悪くないように見えるし、まあさすがにちょっと、クズマ、イングラム、ランドルってなると、まあ誰かしらはトレード出したりとかしなくちゃいけないかなとは思うんだけどさ。あ、そうか、ジョシュ・ハートもいるね。いや、やばくね？そう考えると。すごくない？レイカーズのあのドラフトとかで獲得してくる、あのスカウターの目というか、いつもトレードで失敗し、まあ、一回優勝してるから失敗とも言えんけど、まあまあまあ、すごいよな、だから。俺も、もし戻れるならそこを見たいなと思いますかね。終わります。お疲れ様でした。トゥルル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 トゥ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 ルト